ゆうぴーです。今日はですね、オーストラリアで自力で切り開く海外生活を実践してくれているウィピーファミリー3人に集まっていただきました。よーし盛り上がっていきましょうということでそういう明るいイメージがあるから、逆に言うとなんかこう勉強するには不向きなんじゃないかっていう人もいるんだけど、そんなことないんですよ。でなんかやっぱそういうイメージでね、なんかそういう海があって山があって遊びに行くんでしょみたいなゴールドコースで、ちょっとそういうレッテル貼られてる部分があるんだけどね、それは一言で言わせてあなた次第なのよ。そう、ね、そう、これコンセプトに繋がってくるんだけど、自力で切り開く。もう全部ね、もうそんなのあなた次第で、逆に言うと僕からすると、もう寒かったらさ、嫌なわけだし、ってなると、もう環境がね、気温も含めて適切なのが、あなたが適切だと思う環境が一番勉強もしやすいに決まってるんだよねっていう。そう。よく都市選びで日本人が少ない。さっきまあ学校の話でもちらっと出たけど、都市も日本人が少ない方が、いいからそういう都市に行きたいですっていう人いるけど、関係ない、うん、日本人がいることも冒頭で言ったけどメリットあるし、いなくてもというか、まあだからそこをどう生かす環境かっていうのは、もう外人めっちゃいっぱいいるんだからさ、ガチのオーストラリア人、その環境を見つけてあなたがどれぐらいのモチベーションで、やるのかっていうこと次第だから、そこを追い込みたいんですっていうのは、追い込むためにそういう環境に行きたいんですっていうのは、僕からしたら一種のね言い訳と僕は捉えてるので、まあね、そういう人たちいるので、あんましね、その良くないぞとは言わないけれども、まあ、本質的な部分で言うとあなた の, あのモチベーション次第だよっていうことだと思いますが、どうですかね、そういったところは。それこそなんか日本人が少ないところに行って英語力がゼロだとするじゃないですか、うん、そこで本当に伸びて、うん、そこでそこから世界にこういろんなとこ行ったりとか、うん、その何年か先っていうのを見た時に、それで成功してる人って本当ごく一部だと思うんですよ。そうなんです、うん、じゃあ本当になんかその日本語の細かいニュアンスでしか伝わらないようなトラブルに巻き込まれた時に、じゃあどうするのかってなったら困るし、そこで絶対落ちるじゃないですか、うん、英語力がなければ、うんうん、なんでそこでその絶対に行けるっていう自信がある人とか、本当にもうメンタルが強い人は本当すごいと思う、尊敬するんですけど、でもやっぱ困るのは何かトラブルがあった時、細かいことでも、じゃあ例えば車買って車壊れたら、じゃあどこに連絡するのかっていうのも、日本だったら簡単に分かるけどこっちだと分かんない。しかもその何かその体調が悪くなった時とかもそうじゃないですか、保険は入ってるけどどうやって使ったらいいか分かんない。日本だったら何らないことがこっちだと大きな問題になって、それがこのメンタルの下がるきっかけになるんで、そこはね、やっぱ日本人はいるに越したことないっていうか、その頼れる人が、うんうん、そうだね、うん、いることはいいことだったね、うんうん、だし、まあ、さっき今言ってくれたけど、その確かにね、まあ、そういうところに厳しいね、もう日本人私だけみたいなところに、環境厳しいところに置いて、それでぐん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 その英語力も伸ばせる人がいないわけじゃない、うん、ゼロではないけれども、本当今言った通りも、それってね、もう本当一部なんだよって。そこ目指してもいいよ、目指してもいいんだけれども、みんな皆さんがそれができるって思ってくると、さっきも言った通りね、後で現実とのギャップを見た時に自分がね結構辛い目に遭うっていうのは、あるかなと思います。今までね、車うんぬんっていう話が少し出たんで、これも少しみんなに聞きたいんですけど、車ね、ウィピーファミリー結構買う人もいるんだけど、3人は多分持ってない。持ってないですね。大丈夫、なくても全然生活できる。大丈夫です。ああ、なるほど。僕もワーホリ2年目まで、2年、そうだね、2年間ずっとなくて全然楽しめたんで大丈夫だけど、車じゃなくても別に生活にも困らないし、楽しめる、遊べる、そして問題はないです、ね、あ、なるほど。困るのはその遊びに、じゃあ例えば山行きたいとか、遊びに行く場所じゃないですか、そこがその車必要な場所だと、例えばバイロンベイとか、じゃあ遠い、そうですね、どこに行くってなったらやっぱ車あった方がいいですけど、でも日常の生活は何も困ることはないですよね、なるほど、まああった方がいろいろ範囲は広がるけど、なくても全然困らないよと、みんなはじゃあ他の人たちはどこでそう、なんかもうネガティブズーン、ネガティブモードになってるワーホリとかたまにいるじゃん、うん、あれはどうなってんの、あの人たちは。あれはそれこそそのさっきリョウがちょっとちらっと言った家探しとか、あとは仕事探し、あとは結構なんかこっち来てよくなんか見受けられるのが、その最初に結構固定の友達を作る人が多いんですよ、やっぱ不安だし分かるんですけど、でもじゃあその、じゃあ2人組だとするじゃないですか、
もうその2人組の同じタイミングじゃないからやっぱ先にどっちかがいなくなっちゃう、うん、ああいなくなった後それはめちゃめちゃあるわけ、なんか、うん、学校とかだと、うん、なんか2ヶ月だけ来て帰っちゃったりする人いるんで、うん、その人とかとめっちゃ仲いいと、うん、一気に友達がいなくなっちゃって、なるほど、一人になっちゃうみたいな、すごいなんか人が変わるじゃないですけど、うんうん、本当になんかそれまですごい明るかったのに、うん、いきなりその子がどっか行っちゃってからめちゃめちゃ毎日暗いなるほどみたいな、はい、特定の友達を作るのはいいと思うんですけどね、うん、でもやっぱその子はいつからはいなくなっちゃうんで、うんうんうん、それはね、あるよね、それはまずいっぱいいますね、いっぱいいます、よく見るよね、そういうこと、俺もそうじゃね、俺もそう、俺もみんなそろそろ帰っちゃうよそうだね、俺そうなっちゃうかもしれない。一緒に一緒になった。先生一人嫌いだもん。でも、ま、あのこれも日本人あるあるだけど、やっぱりこう結構ねこうグループになっちゃうとねっていうのはあるよね。そこが、うん、とか結構その、 あの親分みたいなね結構人がいて、そこにいっぱ い取り巻きがいた時にそれをみんな聞いちゃうと、友達この人今まで親分だったから。いないんだよね、取り巻きがいなかったで、シュンってなって、で、これよかった、これはもう女子の方が多いからで、この親分どうなるかっていうと、あの、今までなんか毛嫌ってったようなところにシュイン、シュインってきて、あの、なんか、え？みたいな、結局、だから、一人でできない人たちかなんじゃない、こう、ズンってなってるのは、うん、結構、割とほとんどの人がそうじゃない、ほとんど、そうなってます、なんか外国人でも、うん、みんなファーム行っちゃったり、うんうん、遠くに行っちゃったりするんで、うん、基本的にずっとその人といるってことないんで、うんうん、常になんか友達が入れ替わるというか、うん、そうだね、うん、それでそのうまくやっていけるか、そのいなくなってしまった喪失感で、うん、落ち方半端ない、半端ない、なんかそんなパッと見で分かるっていうか、パッと見で分かる、めっちゃ落ちてるなって、最近元気ないな、あ、多分これがなんかあの子いなくなっちゃったからなとか誰それは誰それはいない追っちゃうからどういうこのスタンスでいるのがやっぱそういう風に陥らない、あの自分を保っておける秘訣だと思います、そういう風に、うーん、なんか自分なんですけど、私はあんまり特定の友達がいないんですよ、うん、今の時点で、うんうん、そのでもそのなんかそこでちょっと困るなって思うこともあるし、うん、いいなって思うことも両方あるんですけど、うん、そのメリットとしては、うん、その誰かが帰っても大丈夫、うんうん、なるほどね、その誰かがいなくなったり、うん、それこそクラスメイトが一気に総代わりしても、うん、まあ、あんまり困らないっていうか、うんうん、って感じですかね、なるほど、本当そのなんか人に合わせて行動したりとか、誰かとずっと一緒に行動するのが苦手なんですよ、うん、性格的に、うんうんうん、なんでその窮屈な感じがしちゃうんで、うん、なんでそれはメリットですけど、うん、デメリットとしてはやっぱその強い固定の味方っていうのがいないんで、うんうんうん、その自分がまだ落ちてないんで、来てから行く、うん、まだねまだ落ちてないからあれだけどまだ落ちてないからあれだけど、じゃあ自分が落ちた時に誰が支えてくれるのかとか、はいはい、それこそファームとかって横のつながり大事じゃないですか、うんうん、その辺できっと自分がちょっと困るだろうなとは思ってます。でもまあそこで何ていうかもう予想はしとくじゃないですか、はい、想像はしとくから、うん、まあ、なんとかなるのかなみたいな、うんうんうん、分かんないですけど、ね、なるほどね、じゃあもうグッとなんか特定のところにどっぷりっていう、あの友人関係を作ってないっていうことですね。うん。うん、そうです。りょうくんもなんかいっぱい友達いそうなイメージだけど、大丈夫これから？いやでも結構、うん、ちょっと前に帰っちゃったり、うん、学校辞めたりしちゃってるんで、うん、落ちましたね。あ、落ちたんだ。あ、落ちた人なんだ。落ちました、ね。おいるいるって自分のこと言った。それどうやってじゃあ乗り越えたの？まあ新しい友達。できるからいい。できるから。でもなんかあのこっち。Facebook とかでそのサッカーの、そうですね、あのこの日サッカーいますとかいろいろあるんで、まあ、うんうん、最悪そういうの出るべきかな、あの人間関係作っててね、あ、なるほどね意外になんかこうなんかこのドライだったな友達の着せ替えみたいな意外に切り替え早かったで、キクはどうですか？そうですね、僕も彼と同じで、うん、あんまりこう特定のグループに属するってことはないんですけど、うん、そのそれこそこのウェビアンドコードのテーマでもある自力で切り開くっていうことが結構重要だと思ってて、しっかり自分を守ってるとか自分でできる力がある、もしくはつけようとしてるのであれば自然とそれに他の人もこう集まってきてるとかもしますし、
そうすればそれこそなんか友達がいなくなっちゃったってなったとしても、また自然と、うん、さっきもちょっとサッカーのフェイスブックの話もしましたけど、うん、いろんなところにこう顔を出すようになっていくと思うので、うん、もし来る人がいるのであれば、うん、そういう本当に自力で切り開くというか、うん、積極的に自分から行動を起こしていく癖をつけていけば、うん、そういうなんか落ちにくくなるというか、うん、そういうことに対処できるようになるんじゃないかなというふうには思います。素晴らしい。いや、お後がよろしいようでということで、もうこれ締めにしたいと思います。全部まとめてくれたということで、はい、本当にね、こうやってこれこそがね、本当にワーホリとか、まあリックが学生ビザだけど海外生活っていう慣れないさ地に来て楽しんでいくっていうことの秘訣だと思いますね。全部自分が楽しむも楽しまないも自分なので、そこをね3人のようにこう今日話してくれたような形でね、こう実践していけばオーストラリア必ず楽しいねものになると思いますので、皆さんぜひね、こちらに来た時はゴールドコーストでお会いしましょう。じゃあねー。